はい、こんにちは。地方発見録、番組ナビゲーターの森下一郎と言います。イエーイ。はーい。いや、今回この船の上からオープニングを撮らせていただいてるんですけども、ここはですね、岩手県、の大船渡という地域に来ておりまして、その大船渡の、大船渡市なんですけども、その中にある吉浜という、地域に来させていただいております。実はですね、この地域はですね、前にご紹介させていただいた、塩釜市、宮城県ですね、漁師をやられてた、赤間さんという方からですね、この吉浜で漁師をされている千葉さんという漁師の方を今回ご紹介いただきまして、この大船渡に来させていただきました。イエイ。はい、いや、素晴らしい、綺麗でしょ。で、実はもうね、日がちょっと暮れてるんですけども、まあ実はですね、まあ、この吉浜に来させていただいた時間もちょっと遅かったんですけど、そこから、お仕事で、この千葉さんがですね、お仕事でこう海に出られるということで、そこをちょっとぜひ撮らせてもらいたいと、そこでいろいろお話を聞かせてくださいということで、先にちょっと海に出させていただいて、一通り聞かせていただいた後に、このオープニングとエンディングを撮らせていただくという流れになりましたんで、ご了承いただけたらというふうに思います。で、まあ、この大船渡はですね、人口が約3万6900人くらいですね。で、基幹産業がやはりやっぱこの海の地域ということで、まあ、水産業が盛んということで、まあ東日本大震災で、まあ、非常に大きな被害を受けられた地域でもありますけども、まあ、ここで今、本当にこう若手でですね、この地域で、まあ、漁師として、立ち上がっている赤間さんの仲間の千葉さんという方ですね、早速、千葉さんをご紹介させていただけたらと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、どうも千葉さんです。いきなり、もう一回やろう。いや、なんでなんすか。では、千葉豪さんです。よろしくお願いします。イエーイ。どうも、千葉豪です。よろしくどうぞ。千葉さんはですね、この吉浜で、わかめでホタテ、はい、養殖ですね、この漁師さんでですね、まあ面白い方です。もうユニークでクレバーで、ちょっと僕もね、男として惚れちゃいましたっていうような方なので、いえいえ、まあ簡単にですね、皆さんにまず最初に、まあ、自己紹介兼ねてお願いします。難しいな。急にそれを教えてよ。大丈夫ですよ、それもう何でもいいですよ。だからそうですね、はい、いいですか。いいですよ。はい、もう一回やろう。大丈夫、いや、つなげれるから大丈夫、大丈夫。もうこの辺も使いますよ、面白いわけ。あれ千葉坊です。はい、千葉坊さん。千葉坊です。はい、30… あ、ちょっと年齢がわかんないですね。34か5ですよ。いや、違う、5か6。57年前です。はい、の12月なんで、はい、サーブです。今年で36かと思います。はい。ちょっと、曖昧に。それどこじゃなくて、それどこじゃなくて。いいです、いいです。これが千葉さんから。そうですね、はい。売りは、あれですね、吉浜の売りは、うん、まあ、海きれいってことだと思います。あー、なるほどね。さすがに、さっきもね、ちょっといろいろお聞かせいただいたんですけど、きれいですよね、ここね。やっぱりそこに住む人は心も、なるほど、綺麗ですし、いろいろ綺麗、いろいろ綺麗ですね。経歴も綺麗、経歴もね、心も綺麗なだけに。そうですね、はい、そういうことですね。いやいや、もう本当にちょっとですね、まあ、早速なんですけども、はい、いろいろこう千葉さんにはですね、仕事しながらいろんな話を聞かせていただいたんで、それをちょっと今回皆さんに見ていただけたらと思います。では、ご覧ください。どうぞ。わかめを、赤間さんなんですけど、ボイルし、釜で茹でて、はい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 、でそれを冷やして、あと塩蔵するんですよ、塩にして、でそれを今度芯抜きって言ったら、その木と葉っぱに分けたり、あとはその品質で選別したりして、で脱水して、でそれを箱に作る、15キロの箱に作って、なるほどな。出荷先ってどこになるんですか、千葉さんの場合は。出
行く先はあれですね、漁協っていうか、あ、漁協に、はい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 、まあ、ルールあって、はい、その売り先決まってるんですよ。あ、その漁協が認めたとこしか、はい、漁協が認めたとこの入札。あ、そっか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 、だから漁協に出した漁協社さん。なるほど、量が多いんで。ああ、ずっとワカメやってホタテをほったらかしだったんで、その多分養殖以下だから沈んでんじゃないかな。ああ、なるほど。それを今から見に行くっていう。ああ、そっかそっか。さっきあっこから来ましたっけ。そうそうそう。ザーッとあるってことですか、下に。ここダーッとある。へえ。これが何ですか、もう少し浮いてて水深を保ってるやつなんですけど。そうなんだ。これが今沈んでる。なるほど。浜付けでその水深調節。へえ。それで、そう、それで網を引っ掛けてきたんですか。網じゃ、ロープ。あ、ロープを。これがこう、横に200メートル、これ1本200メートルで。はいはいはい。へー。今、ちょっと一回押さえるんですよ。あ、はい。じゃあちょっと一つ、上げてみましょう。あ、お願いします。まだ。あ、あ、これ死んでる。死んでるもん。この辺が死んでた今の。そうっす、結構死んでます。へえ。これも死んでるし。あ、もう見たわかんねえや。いや、もうサイズが全然。結構早い段階で。へえ。あ、死んだらもう中ないんですか。中なかなか。ああ。こうなって、これがだいたい何本ですかね。ここだと180枚ぐらい。こうだから90、2枚ずつなんで、こう90セット。あ、なるほどなるほど。の180枚。へえ。これ一本に。でこれがこう50センチ間隔でずっとあるので、ここだと330本。あの地震の時は大阪にいました。千葉さんどこ来られたんですか、その時は。ワカメの前だった。3月11日。はいはい。その年はワカメがよ、値段良くて。ワカメの準備しましたね。3月15日から収穫しようみたいな感じだったので、そのさっき言ったワカメをですか、オイルしたり、はい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 、またこう塩蔵っていうか、その使用する機械があるんですけど、はい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 、そういうのをあの漁港の船につけて、船あったとこに浜とか、はい、ああ、ありましたありましたありました、ありました、セッティングして午前中、で午後流す。あの時船も、もう流れちゃったんですか。船流れました。あ、わかめよくてあるんで、前の年に
津波あったんですよね。ってことチリで、はいはい、こっちにも津波来た。え、そうなんや。1メーターぐらい。津波自体はちっちゃい津波とかってあるんですか？結構そんなにない。ちっちゃい津波、うん、その1メーターみたいなのは結構あったんですよ。あ、そうなんや。地震あるたびに津波警報みたいな。あ、そうか。で、大きいのも何年だったかな、昭和もう2回ぐらいあるしみたいな。で、明治も大きいのあるしみたいな。だから90歳とかの人がもう3回食らってるよとか言ってたから、30年に1回ぐらい大きいの来てる。千葉さんってこの辺なんですか？うん、まあ、漁港からこのちょっとこの山越えてったところなんで5分ぐらい行ったら。あ、そうなんや。エリアは地区っていうんですか、吉浜っていう、はい、吉浜とこの漁港はコンパクトなんですよ。はい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 、はい、私はこれのもっと先の潜在ってことです。へえ。一番大船渡の一番北じゃないですかね。あ、そうなんや。越えてもこの山越えても釜石。あ、そっかそっか。で、地震、あ、津波来てその年、はい、外国の1メーターぐらいの、はいはいはい。で、ここはもともと海荒いんで、はい、波がすごい入ってくるから。だからこう養殖型し頑丈に作ってるんですよ。少し台風来たぐらいじゃ行けないね。なるほどなるほど。だから津波1メーターぐらい来たらちょっとなんともないんですよ。あ、なんともなかったです。はい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 、はい、結構ここは被害を受けてる、ここの地域で。わかめの値段がその物品質言われますけど、はい、やっぱ物少ないと値段高いし、あ、物多いと値段安いし、はい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 、感じだったんですよ。まあ、震災前ですけど。津波で他のところが被害を受けたんで。なるほどな。わかめが少なくて、はいはいはい、でその後正月にも、はい、とんでもない低気圧が来て、それでもかなり他のとこ被害を受けたんですよね、わかめ。あとはあれですか、その3月11日の前の3月9日も震度4、2回来てから、この前に。その時も津波警報だったんですよ。出たんですね。津波、何センチかの津波来たんですよね、その時。それで被害を受けて、世の中にわかめがあんまないですね。今年勝負だ。ああ、なるほどね。で、その加工場あるんですけど、はい、わかめ、その塩素シャープの選別したりする加工場、加工場を増築してる。へえー、そうなんだ。チャンスですね。その値段高いから、はいはいはい、勝負かけようと。うわ、増築してる時に自信ありました。ダメだな、この話はダメだ。いや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 、ダメだな。そろそろ失恋じゃないですか、そしたら。うわー、だからもう10キロですよ。結構長かったですか、お付き合いが。3年半。こっちの方ですか、お相手。こっち中が、まあ、もともとこっちじゃないですけど。あ、そうなんや。小さいでこっち来てて。あ、そうなんや。それで出会って、もうわがめどころじゃなかったですから。わかめ良かったですけど、これダメだよ。ダメだよ。いや、これ出したいですね、逆に。いや、ちょっと特定できない範囲でやって。あの相手を。相手をね。嫁に来ると、仕事と、うん、仕事とっていうか、まあ、それを捨てないといけないですもんね、結婚ある意味するというから。まあ、続けるのは難しいですね。難しいですよね、やっぱ漁師の嫁さんということは。あと10キロやってたから。そうなんや。辛いなぁ。